はいどうもトッティです。ペイです。はい今回はこちら菊池養魚場さんに来ております。はい、言えた？言えてる。養魚場恐怖症やからさ、去年からずっと養魚場なかなか言えない恐怖症だから。はいそんな感じで今回初エリアこんな感じで、池一つだけですね。水深はそんなに深くないかな、2メーターぐらいって感じかな多分。最深部ちょっとわからんけど、で水質はまあ割とクリアなんちゃうかなと思いますね。ちょっとねこの辺水が淀んでるんですけど、あっちの水が動いてる方は結構クリアなんで、でここはまあニジマスの他に三倍体のヤシオマスもいまして、あとは三倍体のサクラマスも入っとるらしいんですね。まあまずは普通に釣って数がどれぐらい釣れるかっていうのをお伝えしながら、あわよくは大物を狙うと、そしてケイちゃんがユミと希望を与えると、ま、そういうプランでいきたいと思います、はい、じゃあ行きましょう、はい、この辺からやっていきましょう。行きます。これ多分インレットになってるわ。足元が見える。めっちゃ見える。うん、おう生きめくった。見える。うん、おう生きめくった。いきなりでした。ちっちゃいけど落ちパクでした。可愛いニジマスやと。こっち側から撮りたい。もう一回いきますね。眩しいけどラインが映るから。映る。まずホールで、ほい、速攻です。やばいです。いきなり2連発です。あ、外れた。どんどんいくよ。多分コンボいけるよ。じーっと、はい、ほら、じーっと、はい。やばくない？いきなり3連発でもちっちゃいね。はい、ライトイングミニがめっちゃ仕事するわ、ね、ここやったら細軸のファインの方のミニでいいな。ライン映りまくりじゃん。私は分からないから気にしないでいいよ。はい、うー分かんねー。分からないから気にしないでいいよ。はい、ほらこれはぼちぼちや。これはサクラマスですね。はい、サクラマスです。綺麗です。おー、ライトイングミニがこのサイズやったら無敵を誇っている。ホールさせてるだけです。いきますよ。投げる。ぽちゃんで、あの2点設置見といてよ、手前の。はい、入った。分かった、うん、はい、入った。分かった、うん。やばくないこれ。4コンボ桜や。お、よく引くな。まあまあな、さっきよりちょっとサイズアップの桜。桜マス綺麗ね。んー今5コンボ4コンボ。次いきます。5コンボいきます。これ絶対いける。2点設置のホールで、はい、おお、はい、おお、今のピクってきたやろ、うん、ほら完璧やろ。これも桜や。桜多いな。でも藻がついてるわ。ボトム藻が生えてるんですよね。だからちょっとボトムにつくと食わないパターンが結構ある。さあ、桜マスの3倍体が入るらしいんで、ちょっとバケツなんか見させてもらえる。3倍体抜けてます。あ、これ3倍体じゃないですね。あ、これ2倍体か。2倍体でした。これ映し映して。うわ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 。でかい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 。バケモンや。うわ、こんな桜マス初めて見た。行ってください。うわぁ、でっかい。あれ、60ぐらいあるんじゃないですか。ねえ、3倍体の桜マスが放流されたということで、狙います。放流が入って釣れなくなった。でちょっとねボコボコにミニが釣れてたけど、放流さっきしてもらったらハタリとミニで当たらなくなったんで、ちょっと巻物に変えます。メルティスパローの 0.7 でいきます。これちょっとプロトなんですけどね。いきます。巻きでいきます。ちょっと表層付近を。うわ、追っかけてきてるよ。来てる。うん、一撃や。これニジマスやね。はい、メルティスパローのダークオリー。めっちゃ反応すごかったな。全然違ったな。びっくりした。どんどんいけると思う。来た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 。来た。よっしゃー、バッチリ。うん、オッケー。元気が良すぎる。めっちゃ引くわ。なんか追ってる時すごいでかく見えたんだけど。狂ってる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 。あれ、ルアーがどっか行っちゃった。くるってる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 。ドッグオークの方が効く気がするな。というわけで再びライトイングのミニのライトリブいきます。ドッグオーク映る。トン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 。このドッグオークの動きやばくない？超絶細かいピッチ感。ちょっとだけ速度アップさせて、速度アップさせてグリップバイブで直線的に。くったわかる今の。見えた。ちょっとだけ速度アップさせて、最後もうグリップバイブだけに変えてる。ああいうやつはもうスイッチ入りまくってるから、もうグリップバイブでまっすぐ回してもくる。でこいつを俺追い越したやろ。シュッと最初こいつがミスってさ、フェザーより前に来たじゃん、うん、速攻それを追い越したの。追えるスペースを作ってあげるので、そっからグリップバイブでも直線的に行くと最後パクる。やっぱ魚が明らかに勢いがめっちゃ前に行きたがってるっていう時は早め取った方が絶対いい。もう一回いきますね。ドク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 。リアクションなのよ、完全に。空気があるわけじゃなくて、ついつい誘われてる。気がついた時には口を使っちゃうっていうね。うん、これがドッグオークのいいところ。さあ、もう一回。グリップバイブで直線的に。あいつもう一回行くわ。あいつ狙うよ。狙い撃ちで来るから、絶対。ほら、食った。ね。さっき突っぽ抜けたやつなんだ。突っぽ抜けたやつを次のターンで仕留める。これがサイトの釣り。行くよ。ちょっとゴミが多いけどね、あの辺。
これ釣れそう。はい、来た、バッチリやー。どう？今のゴミ噛んで、ゴミパーンと弾いた後にスイッチってめっちゃ入る。ゴミ噛んだ後パターン。長い。はい、というわけで最初があっちのインレットで釣ってて、で次こっち、こっちにもインレットがあるんで、はい、こっちの周りもちょっとやってみますよ。ゴミがこの辺溜まってるけど、風の動きでこのゴミがここに溜まったりするらしい。ちょっとやりづらいけど、でボトムにめちゃくちゃね、こういう風な毛が生えてるんで、なので基本ボトムはもう無理です。なので上の方で勝負したいと思います。いくよ。よそ、ゴクゴク。見える？うん。もう一回。ほらー、完璧です。完璧な表層ドッグウォークでした。いくよ。トン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 、右左右左右左。おっしゃ、もう一回。おっしゃー、どうだー、今のは追い食いで仕留めたぞ。一周回ってもう一回来た。ドッグウォーク効いてるよね。もう一回いくよ。こんだけドッグウォークやってたら楽しいわ。こんだけのへらーんとしてる奴らが急に追いかけてくるからさ、それがすごいよな、ドッグウォーク。強制スイッチ発動調法だよ。ほら、行くよ。うわ、でかい。押した、食った、でかい。でかい。やったじゃん。ほら、来た。うーわ。バッチリ取ったよ、私。やばい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 。強烈なんやけど。40アップは確実やな。今のすごかったな。思いっきりスイッチ入ったわ。あ、でもそんなにでかくないわ。40ちょいやわ。見て、コーンはヒレピン。私、めちゃくちゃでっかいかと思って。全然40ちょいやった。大きい方じゃん。あ、でもヒレピンなの、ヒレピン。ねえ。ヒレが大きいね。うん、大きい。ええー、魚やわ。あんなに食う、このサイズで。やばい。終わったと思ったもん。終わったじゃねえんだよ。いくよ。ドッグウォークの釣りが成立してるよ。この美しいドッグウォーク。確実に右左。はいはい、すごいすごい。よっしゃ、バッチリやろ。バッチリ。うん。はい、最高です。ドッグウォーク炸裂しまくりですよ。めちゃめちゃ釣れます。はい。はい、では、ケイちゃんに夢と希望を与えてもらいましょう。これ多分ケイちゃんでも絶対釣れると思うから。行ってみます。ドッグウォークしてみて。ゆっくりドッグウォーク。ドッグウォーク？うん。くよ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 。くだくだ。あー、スポンジだ。もう一回。うまくて。食ってない？食ってない？食ってるよ。あー、合わせらんなかった。ずーっと食ってたよ。合わせらんなかった。いびつなドッグウォーク。もうちょっと早めにちょん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 。食った！あ、惜しい。もう一回くれよ。食った！食った食った食った！食ってる！あー、合わせらんない。食った食った食った。食ってる食った食った。なんで？何やってんの？合わせらんないのよ。グンって来てるでしょ？来てる来てる。合わせらんないのよ。食ってる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 って食ってるって何なんだよそしてバレるっていうはい、行ってください。ちょんちょんちょん、もうちょっと、食ってる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 。あれ、スポンゲだ。うん。ちょん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 、もうちょっと早く、もうちょっと早く、食った食った。合わせらんない、悔しい。まあ、スポンゲだよね、それはわかるけど、もうちょっと早く、ちょん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 、いくよ。食うぞー。惜しい。緩まったな、今。途中でやっぱドッグウォークの動きが止まっちゃうんだよね。そこでやっぱ見切られるな。早巻きだよ。巻きを早くすんの。そう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 、それ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 。おー、食うよ。食った。あー、もう一回。あー、ゆっくり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 。ダメだよ。止めててもいいぐらいだったよ、さっき。そうなの？すぐ回収してすぐ投げる。おー、狂ってるね。狂ってる。食った。おー、いったー、ばっくりやー。オッケー、これ尺伸ばしちゃうか。ネットイン、ネットイン。よいしょ。ネットイン、やっと苦労した。苦労したよ。簡単そうに君は釣ってるけど。はい、オッケー、ニジマス。ちっちゃいけどね、食ってくれたじゃん、君のドッグウォークに。あんなゴミのドッグウォークで食ってくれたから。ゴミじゃないから。まあでも見事食らしたよ。ドッグウォーク効くな。見えると楽しいね。うん、楽しいのよ。やっぱサイトで釣れるの楽しいな。うん、さあ、ケイちゃんのいびつなドッグウォークも釣れてくれるという菊池養魚場のニジマスたち。おー、来た。おっしゃ、いったー。これは見えました。ドッグウォーク。やりました。ケイちゃんのこのいびつなドッグウォークでも仕事をしてくれる菊池養魚場のマスがすごい。まあでも、割とドッグウォークが上手くなってきてるわ。私？うん。そこまでいびつでなくなってきてるわ。たまに動き止まるけど。おー、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 おー。止めないよ。狂ってる、狂ってる。あー、くそー。いや、でも、いいよ、いいよ。動き良くなってきてる。これはすぐ釣れるパターンだよ。いい動きしだしたわ。そう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 。たまにまだ右左右左右右右左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 。そうそうそう、自分でも分かる感じになっちゃってるな。そこが左右が綺麗にいけば。
もうちょい飛距離が出ればもっといいんだけど。いいよいいよ、うまいよ。いいよいいよいいよ。来るよ、狂ってる、狂った、狂った。おお、今の最高。おお、最高です今の。そしてよく引く。おお、よく引いてる、よく引いてる、よく引いてるわ。いいニジマスです。ケイちゃんのドッグオークでも釣れてくれるいいニジマスです。うわ、すごい嬉しい。うん、やったー。ドッグオーク上手くなったわ、マジで。私右左右左が綺麗に行き出したの。だからやっぱ動き止まらずに右左が完璧に行けば来るってことよ。ね、うん、そう思った自分で。そういうことなのよ。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。というわけで、初の菊池養魚場さんでしたけども、まあ、数は釣れましたね。うん、まあ、残念ながら、でっかいやつは釣れませんでしたけども。楽しかった。楽しかったね。うん、オーナーがめちゃくちゃいい人で、うん、リンゴもらったし、あと途中で魚いるかって言われたし。そうだね、持って帰れって。うん、そうそうそう。ちょっと何言ってるかわからん感じですけど。そうそうそう。栃木弁があんまりわからへんから、通じないところ結構あって、なんか良さそうな感じで喋りかけてくれるんだけど、何言ってんのかね。そう、コミュニケーションという意味で難しかったけど、でもめちゃくちゃいい人で。めちゃくちゃいい人で。で今回はボコボコ釣れましたけど、普通に釣ってる感じだとこれは多分悶絶します正直、うん、ライトイングのドッグオークがなかったら正直厳しい。ホールだけだとちょっと厳しい。実際フライの人が結構何人もいましたけど、あんまり釣れなかった。まあ、いつも分かんないですけど、秋はフェザー難しいことが多くて、今のシーズンだからこそっていうのもあるのかもしれないですけど、一筋縄ではいかないかなっていう感じはしました。そうだったら表層レンジ30センチぐらいまでのレンジで、まあ、ドッグオークさせたり、そこの間でホールさせたりとか、基本的にサイトの筋ですね、魚見ながら魚のこうスイッチのかかり具合に応じて巻きスピードを変えていったりとか、レンジをちょっと操作したりとか、魚の動きに合わせてその都度その都度アジャストしていくっていう感じで数を伸ばしていったと。だから個人的にはかなりテクニカルの釣りをしてた。旗から見てると多分ボコボコ釣ってるなーって、オーナーさんもすごい釣ってたねみたいな感じで言われましたけど、旗から見てると多分そういう風に見えると思うんですけども、でも実際僕はむちゃむちゃ考えてやってるというか、結構苦労してやってるっていう感じです。もう針の穴を通すような感じの釣りをずっとやってたり、まあ、そういう意味では今日はねちょっとテクニカルなパターンだったのかなと思うんで、まあ、いつもどうか分かんないですけどね、魚影はそれなりにありますんで、まあ、イージーな時はすごいイージーだろうとは思いますけど、僕らね釣り竿を選ぶ時って釣れるかどうかっていうのもまあ大事なんですけど、そのラインが映りやすかったりとか魚が見やすかったりっていう、そういうところで釣り竿を選んだりするんで、なのであの辺で今日は釣りをしましたけど、もしかすると反対側の方がいいのかもしれないし、まあ、その辺は皆さんねいろいろやってもらったらいいかなと思います。ではそんな感じで今回はね菊池養魚場さん、初めて行かせていただきましたけども、とてもいい場所でオーナーさんもよくしていただいて、すごい楽しく釣りができました。ではそんな感じで今回の動画が参考になったと思った方は、ぜひグッドボタンを押してもらって、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。トッピーでした。ケイでした。